べしって私は勝手にあだ名で呼んでるんだけど、あだ名でも私だけなんだよね、田辺氏って。でもなんかちょっと距離感感じるよね、気のせい。もう田辺氏呼び続けてかれこれ数年経ってしまった。そんなの、え、なんて呼ばれたい、なんて呼ばれたい、なんて呼ばれたら距離感じないんですか。確かに、いやでも田辺めっちゃイケボで言ったね。部活感ある今ね。キュンですよ多分みんな。ちょっと今キュンした。キュンした。キュンした。え、なんだろう。ルイルイ。ルイルイ、ルイちゃんとかかな。え、なんて呼んでるのルイちゃんは。ミノリンゴ。ミノリンゴとか。ミノリンゴちゃん。そう、はしょられてる。リンゴちゃん。最近リンゴちゃんって言ってる。リンゴちゃん。いいな、リンゴちゃん。そう、リンゴちゃん可愛いと思って。あとはもっと省略されて、うんご、うんごって。急に可愛いな、急にギャルだな、ゴンゴって言ってる。でも全然何でも用意です。私は鈴木以外なら。あ、鈴木は嫌なんだ。鈴木はほら量産型だな。人数はね、この世における人数は多いからね。なるとちょっと佐藤も、佐藤はやめてもらう。どうしてもここの日本で一番多いんで。あ、そっか、佐藤さん。ひなひな、ひなたちゃん、ひなたちゃん、ひなたちゃん、いっぱいあるんですよ私あだ名。あ、そうなの。なんか作品ごとに違くて、ひなひなとひーちゃんとたろすけっていう。たろすけどういうこと、どこから出てきたの。いや、なんかひなたろすけって呼んでいいって最初言われて、独特だねその方。いや、嫌だなっていう。恐竜みたいで嫌だなって言ったら、もう決定事項として、じゃあたろすけって呼ぶねってなって、確か生き残らなかった。ああ、もう絶滅しちゃった。ひなまでは絶滅して、たろすけが生きてます今っていう感じですね。だからみんな好きに呼んでください。ひなたちゃん、ひなたちゃんだな。るいちゃん、んご、いいよ、なんかいいよ、呼べる本当にんご。呼べない。じゃあゲラって言うよ。リリゲラ。何も研究が残ってない感じになってる。何も残らない。ちゃんはトモリちゃん。私はなんかトモリルとか。あ、そっちなの。トモリルじゃないんだね。そう、トモリル。なんかでもどっちでもいい、どっちもいいんだ、何でもいいの。なんかみんなあれだよね、あれと同じイントネーションって書いてあったよ、トモリルは。あ、なんだっけ、忘れちゃった。カツ丼。あ、そう、カツ丼。カツ丼大好き私。あ、本当。じゃあもうカツ丼でいいんじゃん。カツ丼になる。カツ丼、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 カツ丼。すごい必要以上になんか抱きしめたくなっちゃうから、カツ丼っていう。やった。ちょっと演技良さそうだからいいかもしれない、カツ丼ね。あ、トモリル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 、でもトモリちゃんで、トモリちゃん、スマキでもいいですね。